本日、こちら品川、久しぶりではございますが、なぜ我々がここで街頭集会を行うわけがございます。明日こちら目の前にございますグランドプリンスホテル高輪において、諸悪の根源です自由民主党のバカな奴らがあろうことか、こんなご時世に党大会を実施するのであります。せい、何を考えてる。裏金問題、そしてランチパーティー、このような不祥事ごときがあったにもかかわらず、党を刷新し反省し悔い改め新しい党を作り直すとくバカなことを言ってる。今までお前らに騙されてんだよ。我々はその怒りを前日に行います。早速最初の名刺をご紹介いたします。党同盟の同友団体でございます。国民有志団体生鮮者代表を務めます高田明氏のに魂のメッセージでございます。ご清聴のほどよろしくお願いします。国民有志団体宣戦者代表高田明でございます。まあ言わずもがなですよ、自由民主党なんていう党名は言葉だけの存在に過ぎないわけでございます。いいですか、奴らに自由だとか民主だとかっていうの意味がどうも我々国民の考えることとはどうも違うようでございます。奴らの言う自由というのは、自分たちで金をポッポする、ねえ、金を横取りする、国民の金を横取りする、そういったことが自由の一つに含まれていると勘違いしているし、ないしはランチキパーティーを、ねえ、ハレンチはパーティーを開いてもいいんだという、こういう自由だと、そういったことを言ってるわけだ。おまけに、民主ってのは何なんだ、今の民主体制とのことを指してるんだったら大きな間違いだ。彼らは消去法民主主義の中で生かされている存在に過ぎない、首の皮一枚つながっている存在に過ぎないのであります。今自民党が政権与党をやってられるのも、周りの団体が、周りの政権の野党が、ね、えだらしないからに決まってるからじゃないですか。いいですか、以前に比べて投票率も下がった、投票された中で白票無効票が増えた、こういった状況の中、これ重要なことだと受け止めなきゃいけないのにもかかわらず、首の皮一枚つながってるからいいんだと考えてる自民党が、ね、好き勝手やれてしまうっていうのが状況なわけでございます。時の民主党に政権交代されたのもこれまでの自民党の手たらきがあったからでしょう。だけど自民党よりも民主党の方がめちゃくちゃ低たらくだったというね、ひどい話がございました。それは私がもう幼稚園生の頃、幼稚園生の頃に私がこんなひどい政治状況だったと思ってもありませんでしたけども。しかし今の自民党の状況だって、ますますひどいものになっていく。だけども、選択肢の中において、自民党しか唯一マシなものが見当たらないんだと。そんなことを言ってらっしゃるんですね。私はね、国会というものがですね、虚構にまみれた嘘偽りの集団に過ぎないと私は考えざるを得ない。いいですか、放置なんかありえないんですよ。今の日本において存在することはありえない。議会制民主主義だとかなんとか言って国民の代表面をしてやってきたのが彼ら自民党のみならず政権与野党全員がそうだ。勝手に国民の代表をずらして仕事をしてるふりしてる、そして国民の税金で金をむさぼってきたのがまさに政治家ホツダム議会屋じゃないでしょうか。皆さん、先生、いいですか、国民の生活を守るのを何度も言っておきながら、消費税はこれまで上がってきた、岸田政権の中ではとりあえず増税は避けられているようではあるが、しかしながら自民党のこれまでの長期政権の中における増税というのがどういうものであったのか、そしてこれまでの自民
党の癒着だなんだという話は、まさに我々は自民党はまずこれ総括しなければならないんだと、自己批判をしなければならないんじゃないのかと、そういうふうに思わざるを得ないわけである。いいですか。総括もなし、ね、自己批判もなし、反省してる反省してるだけって、謝るだけだったら警察なんかいらねえんだよ。謝罪で済みは警察なんかいらないんだと、ね、えふざけた話でございます。どこぞの民間企業と同じように謝って済むんだったら警察なんかいらないんですよ、ね、納得のいく説明をやってから、ね、改めて政権の運営をやってみるがいい。しかしまあ我々はもう議会制民主主義デモクラシーの体制の中における、ね、政権運営なんていうのは我々は認めてませんからね。我々は明日の日本ってのがどのように向かっていくのか、それが全くもって不透明であるから、このように運動に邁進努力してるわけだ。いいですか。今の日本は間違いなく多文化共生だとか多様性だとかなんとか言って、間違いなくかつての風土たる日本は存在しえなくなるだろう。なぜか経団連をはじめとしたね、安く人材をこき使える労働力という名の社会の歯車の一つとして、安くこき使える外国人労働者を入れたいという思惑もそうだし、ね、教育生実習生だとか教育実習生制度だとかいろんなことがございました。高度技能実習生っていうのが今度導入されたみたいでね、彼らは何だったのか、結局は経団連の思惑の通りに安くこき使える人材がごとき、ね、日本に輸入された、言ってしまえば人身売買された奴隷だったわけですよね。経団連が奴隷を輸入しちゃったんですよ。そしてその奴隷を輸入しちゃった結果、もう彼らが偽って逃亡失踪そして不法滞在を行って、現在治安の悪化をも招いてしまっていると、こういった状況をまず各政党各政界は総括をしなければならないんだと、今一度これまでの行為を振り返り総括をしなければならないのは自明の理である。こういったことも行えないまま政権運営をやられたにしても、我々の国民が困るだけである。そのような政権運営が続くんであれば、我々はその政権に対して鉄槌を下さなければならないのであります。勝っても負けても兜の尾は締めて当然なんだよ。彼ら自民党にしたって公明党にしたってどこの政党にしたって兜の尾は緩みすぎなんだ。先生、いいですか。このような状況が続いているのがまさに政権、今の日本の政治なわけですよ。信用するに値しない。そのように訴えて、今の政党政治、議会制民主主義、自由民主主義の粉砕をも我々は掲げなければならない。その段階にまで来てしまった。この状況を放置してきた今の日本政治を、まさに我々は今こそ打倒しなければならないものであるとして、私の方からそのように訴えて以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。ただいまのベンチご紹介です。ただいまのベンチは、どういう団体でございます。国民有志団体先進者代表を務めます高田明氏でございました。高田氏をまとめたことを言っております。そうです、自由民主党政権を握っているのかかわらず何をやってるか、まあ政権与党とは言いながらも与党も野党も関係ありません。そうです、明日はこの場で自民党の党大会ではございますが、野党もね、似たような党大会をバカ者にてやってますよ。誰の金でやってんですか。我々の税金でしょ。しかもね、やるのは結構、しかし今のご時世やる時点でおかしいんですよ。田舎のね、地方からね、やってきておそらく前乗りしてるんでしょ。国会議員の田舎のね、前乗りしてホテルに泊まってるやからのは政治や
お前らよく耳かっぽじって聞いたよ、この野郎。せえ。まあね、前乗りした時点で、家族にお土産、そして、浦安のネズミの王国に遊びに行ってることは目の前に分かっている。何のためのお前政治家なんだ。国民のために働いてるの、働いてるのか、お前ら。我々の税金で使って新幹線で来て、我々の税金で宿泊まるんでしょ。それなのに、株価がああだこうだ、高騰した上がぎに、大ヒントしてやってくる。先ほども、高梨が言っといた、経団連、あのバカ、トクラ、お前がラインとしてやってくる時点で、お前らのやってることは金持ちの道楽、株価が上がって喜んでるな、企業の一位、人間と、投資家、マネゲームをやってる外資系の投資家しかいないんですよ。バブル、私は経験しておりません。その時に、みんな裕福だったでしょうか。今回も株価が上がればみんな裕福になる、賃金はアップとか言ってますが、我々の生活はかなり苦労していいんですよ。ね、賃金は上がれども物価は上がってしまう、これじゃ意味ないじゃないですか。その根源はそうです、明日来賓としてやってくる経団連の徳田なんです。奴らの魂胆は見え見えでございます。消費税、そうです、岸田政権で終わるまでは何パーセント上がる、明日の大会後にトカゲの尻尾切りのように不祥事を犯した奴らが処分され、いずれ収まったら岸田も来年あたりで任期で終わってしまうか、その前に辞めてしまうか分かりませんが、おそらく衆院選前で終わってしまうかもしれません。あいつの支持率はどうでもいいんだ、支持率云々の前に我々の国民の生活、それは大事にするのが一番じゃないんですか。国民をせず、うわうわうわ金儲けのために遊んでいる、そしてランチパーティー、そしてあのババの議員に対してはね、不倫やとかね、わけわかんないこと言ってますけど、まあそんなことはどうでもいい。しかしながら、あなたたちの職業は一位国民の代表とした国会議員なのであります。それなのにそのランチキさんや不貞行為、なんたるざまだ。我々は呆れ返って物言えないが、この怒りを信を持って声に出すのは我々しかいない。国民はみんな黙ってしまってるが、今こそ奴らを潰さなければならないのであります。議会制民主主義系のこれが戦後続く、これが結局金ばっかりのもう癒着だらけの国になってしまったんじゃないんですか。そして政党を作れば党利党略、そして私利私欲するばっかり、金まみれの政治家、やはり裏があるんでしょう。今回の明日3月17日の自民党大会、そちらもほぼ数日前は大っぴらに自民党のホームページには書いておりませんでしたが、前日になり、先ほども言いますが党の刷新を図り反省を踏まえて立て直しを図るとか馬鹿のところ、つい数日前に掲げて派手にやらないとは言いながらも、会の後は懇親会はやりません。当たり前だろって話なんだよ。お前らな、党大会をやってる時点で間違ってんだからな。国民の怒りは沸騰、断じて許さないのであります。我々はこの自由民主党を解体するまでにはこの国は守られないのであります。自由民主党の解体、そして岸田政権の撤退、それしかないのであります。お前らね、はっきり言うな、詐欺ども言うな、田舎議員がね寄ってたかって集まって立派な上広まで
シャンシャンで手に腰を当てて頑張ろうなんて、おたけびあげても何にもならないんだよ。自民党、自民党、前乗りした超人聞いてるか。お前らとっとと田舎に帰って国のために働けよ。お前ら、こんなな、シャンシャンで終わるような自民党大会なんかうんさいせよ。そして来賓としてくる徳良まさかずを叩き潰せ。そして自由民主党を解体せよ。いいか、前乗りしてる議員もそうだ。我々はこっちして言う。そして岸田文雄をはじめ、名前は知らねえ幹事長ども、お前らな、反省してるしてるって変わりはしねえからな。明日このまま規制が入っちゃって我々は通れない。なんでこんな奴のために通る規制入んなきゃダメなんだよ。だから我々は前日にこの品川駅前で訴えを続けております。皆さんね、お騒がして申し訳ございませんが、我々は真にこの国を守れる人間を探さなければならない。そうです。ただでさえね、経済も安定しねえ、あのバカの安倍晋三と竹中がやっちまった経済政策でボロボロになってしまった国を直さなければならないのであります。賃金が上がった、ベアアップ、冗談じゃねえよ。この一日一日の生活が大変だ。私だってこの車で来たけどガソリン代だって一生懸命だぞ。いいか、皆さんね、幸せにならなきゃならない。片方のね、ピラミッド状のてっぺんの上だけは幸せになる、こういう日本国はあってはならないのであります。したがって、先ほどから言ってるように、この自由民主党の解体、そして議会制、民主主義制度、そして投票箱政治の撤廃を私は訴えて、私の訴えが以上となります。ご清聴ありがとうございました。そうやって我々運動は日夜運動を邁進しております。続きましての天使ご紹介いたします。民族第一同盟機関紙突撃編集長、そして宣伝部部長を務めております稲見亮太による魂の訴えでございます。ご清聴の方よろしくお願いします。品川駅ご通行中の良識ある市民並び国民の皆様、並びにもはや良識のかけらはないと判断せざるを得ない、明日開催される自民党の議員、職員、党員関係者の皆様、今すでに前の夢全泊している方もいらっしゃることでしょう。縁ははるばるご苦労様です。何のためにあなたたちは自民党に入党したのでしょうか。改めてその青雲の志とやらを問いただしたいものではあります。もはや岸田をはじめ森など麻生といった上から数えた方が早いような序列の上の連中に言及するのはもはや言い飽きたので、あえて言及はもうしません。ですが若手あるいは長年支援を行っている党員や関係者の方々に問いたい。あなた方はなぜ自民党を支持していらっしゃるのか。昔からの腐れ縁だとか、あるいは応援しないと仕事を回してくんねえとか、そういった事情でやっている方が多いことかと思われます。方やその反対側に位置する野党、かつては旧社会党から日本共産党まで明らかな野党というものが存在しておりましたが、いわゆる赤と呼ばれた連中です。そいつらに支援するぐらいだったら自民党に入れた方がマシ、
そう考えていたのがあなた方だったんじゃないでしょうか。今や無造無造の政党、そう1994年あたりから始まったいわゆる日本新党に始まり、そこからもはや名前すら把握できないようなミニ政党、いわゆる政党助成金目当ての小敷政党がわんさかあふれ、今そちらの関西においてそちらの議席を脅かしているという日本維新の会、大阪維新の会、あの人たちすら元はあなた方と同じ自民党の議員だったり秘書だったりしたものがそこで味を占めているような始末、結局はあたがだらしねえから、そして一方自民党もだらしねえから大阪に至ってはあのようなゼニカ氏のヤーセン弁護士が府知事を務める始末、かたやこの首都圏においてそういったいわゆる知事といった首長はほとんどが今やテレビ局のアナウンサー上がりというありさま、このように口がうまいだけの連中がどんどんそのような地位を占め、中身のない嫌めだけの言葉で国民を騙し、そして私たち国民一人一人の血税を今や外国のご機嫌取りを外交と履き違えたような惰弱な連中により、そうウクライナの問題しかり、イスラエル・パレスチナの問題しかり、何故この我が国の国民を優先せず外国にへつらい媚びを売ることを最優先するのか、私にはまるで理解ができません。いや、理解できることがあるとするならば、この怒りの頂点に達した国民のいわゆる暴力によって、かつてのルーマニアの大統領のごとく、チャウチェスクのごとく、ぶっ殺されるような事態に発展したとき、亡命してから外国に媚び売ってんじゃねえのか、この野郎。そして、このような汚い連中、この国民を優先せず、我が身の利権、保身に走るようなのは、何もあなた方自民党にのみならず、とうとう立憲民主党すらも、大阪維新と手を組むなどという寝言を言い出す始末。考えてもみてください。民主党などは、いわゆる赤上がりの連中もさることながら、自民党を追い出された連中により凝り固まった連中の集まり、そしてその前身である日本社会党もまた55年体制により、いわゆるマッチポンプを仕掛けているだけのこの戦後日本というものを維持するだけのために存在していたような、いわゆるまやかしの民主主義だったわけであります。もちろん我々は民主主義というもの、すなわち議会制民主主義というものを鼻から否定するものではありますが、仮にも国家としてのそして政府としての対面を保つ手であるならば、現行不一致は断じて許されるはずがありません。何故忘れたとか記憶にねえとか寝言を超えてんだこの野郎。寝言は寝てから言えと言いたいところであるが、もはや国会でも寝ててそのような始末、もはや永遠に寝てもらって結構。この国会議員というものは何のために存在するのか、そして地方議員というものは何のために存在するのか、結局のところ国民の税金を山分けするためだけの利権の山分け集団となっているのが議会制民主主義の正体なのではないでしょうか。そして今はこの国はますます貧富の差が拡大していると言います。いわゆる
親のコネで大学入って、その大学のコネで大企業に就職して、で何を血迷ったか選挙に出たような連中はあっさり当選して、世間知らずの苦労知らずの物知らずが国政を指導することになれば、何が引き起こされるのかは今のこの日本の現状を見れば皆さんの目には明らかではないでしょうか。そのような中で海戦百戦のガチな戦争を体験しているような諸外国に正面切って戦えるのでしょうか。はっきり言って疑問でしかありません。兵器を作るとか売るとか、そういう寝言もはじめ、日米地位協定などをまた改定し、救助をいじって同行するとか言っておりますが、結局はアメコンの手先として兵器が売れたらいいなとか、そのような浅ましい打算しかしてねえんだろうが、おめえらはよ。万一戦争が起きてしまえば上等じゃねえか。外敵よりも内乱に警戒しろ。もし戦争が起きたら、我々は先陣切って国会議事堂なり霞が関を占拠してくれようぞ。そして胃の一番に血祭り火だるまになるのは、お前は政権与党である自民党であることを肝に銘じておけ。それが嫌ならば、保身に炊けたお前らのことでさっさとその身分を明け渡し、正常なる国家にするため尽力することを私からの忠告警告と受け止め、今後の日本の将来のために少しでも良識とやらがあるならば邁進していただきたいものである。以上で、ただいまの訴えは、民族の一同盟機関紙突撃編集長並びに、東道盟宣伝部部長を務めます稲見亮太による魂の訴えでございました。怒っている、久しぶりにこの怒りが聞きました。私もね、相当怒ってますよ。お前らは何をやってるんだと、はっきり言うね、根元は寝ていいから言えという前に、てめえらはよ、もう寝てしまい、延々と、その通りである。なあ、二度と起きんじゃねえよ、お前ら。しかしな、お前らも一生懸命やってる気持ちは確かにわかる。しかしながら、我々国民から見ても一生懸命やってるに見えないんですよ。でしょ、先ほどから言った団地パーティーやら、不手行やら、裏金とかやってる時点で反省してないでしょ。反省してねえのは丸見えなんだ、お前ら。やってる風やめろ。やってる、その通り。お前らな、そのわけのわかんない三々集会で、手打ち集会で終わらせて頑張ろうなんか言ってたって、国民なんか誰一人に言うことしねえよ。明日ここが血の海にならないように願いまして、本日の超国家主義民族の一同盟品川集会は終了させていただきます。隊員および同友団体の、整列お願いします。よけねっ、乗れ。ありがとうございました。隊員分かれ、撤収作業入ります。